The topic is how to find your call. Everybody wants to find a call. So let's get started. はいこんにちはライフソールデザイナー安すです。えー、今日もじゅんさんとお届けいたします。今日のトピックは、えー、自分の人生について本当に何がやりたいのかっていうことに ま、気づいてもらうためにこのチャンネルはありますのでそこら辺に対してえ今日はジョコさんのなんか具体例みたいなえストーリーをちょっと一緒にシェアしていけたらいいなと思っています。はい、ジョコさんよろししくお願いしますもともとジョコさん今自分の仕事英語を活かして、はいえー、お仕事をされてらっしゃいますけど、うん、最初からそうだったわけじゃないんだよね。 そうですすね、ね。全然違いま最初から英語を生かしてっていうことで学校行ってたわけでもないんでしょ全然違いますね。あの高校は勉強したくなかったから、ねねうん、普通科じゃなくて生活科学科っていうねちょっとこうミシンでぬいぬいしたり調理したり、うん、あの畑仕事したり、うん、してられるこれ最高だと思っていう高校に行って。うん そ,うそ,うでその,あの英語はだからえ、まあ、学生時代も勉強って全然しなかったので高校入る時にちょっとつきあき場的にやばいってなって勉強した、うん、でその受験終わったらもう忘れたみたいな感じだったんでので一から大人になって一回、うん、あの子育てしながら、うん、あのコミュニティセンターに行って。 でその会話のクラスに混ぜてもらったんですけど、うん、全然分かんないから、はい、でも、うん、大人大人ですからね二十歳過ぎてますから「なんかプライド」大学生向けのなんかラジオ講座みたいなの買ったんだけど、うん、全然分からなくて、うん、あの結局最後なんかこう落として落として中学2年生かいやでもねそのストーリーで一番興味皆さんが興味を持つ部分は。 なんでその大人になってそこまで英語をまず落とし込んでまででも自分のものにしたかったのかっていうのがすごい興味深いところだと思うんだけど、うんうん、それは自分の中でどう解釈してるんですかそれはですすね、まあ、1回、うんえー、結婚るる前ににに大学に行っている時に、うん うん、突然勉強したくなっ,なっていきなり大学行き始めたんですけど、うん、そこでまあ一回あのアメリカに行くイベントに学校で行かせてもらって、うん、でなんか、まあ、そこで刺激を受けたのもあるし、うん、日本であの結婚して子育てしてたんですけど普通に、はいで。なんかこ,のこれ なんかこの普通というやつに憧れたんですけどなんかこの普通ってなんかなんか疑問がいっぱい湧いてきたんですね。純子ちゃんの魂レベルでってことそう。今振り返れば何に対してかっていうとコミュニケーションがすごい大好きで、うん、人の心理を知りたいとか、うん、その時にまあやっぱりアメリカとかの方が 進んでますよね、まあ心理学、心理系のことだったり、カウンセリングのことだったり、うん、そのコミュニケーションの方法っていうのは進んでいて、ね、日本は学校でもね、そのワンウェイで先生が教える生徒を書くみたいな、うん、で質問をなるべくしないとか、そうね、分かんないコミュニケーションスタイルがすごく、うん、あの居心地悪かったんだと思うんですね、社会人になってもそれを引きずる部分って多いので。はい うん、とか例えば女性はお着組みだけしてればいいみたいな、まあ、栃木の、ね、田舎の方なので私が出身がねそれもすごい<あ>これみんな誰も疑問に思ってないけどどうなのみたいな疑問が自分の中であでもすごくそのなんていうの自分に 対するというかその外側のいろんな出来事に対する、えー、疑問が湧いたってとても大事なポイントだよねああ<ー>、うん、そうじゃないですねうんだけどほら多くの人は自分は疑問に思っててもみんな普通にやるからそううんだからあれここれが普通なのみたいな <laughs> なんていうのかなそこ,こが苦しかったんですよ、うん、だからねそうだよねうん、うん 自分だけがおかしいのかなみたいなふうに思ったりもするよね。まあでもその疑問があったからそっちに自分の情熱が注がれたってことになるのかな。そうですねうんそしてまたそのコミュニティに毎週来てくれてたアメリカ人の先生もこう分かりやすいアメリカ人で、はい、ジェスチャーがすごく豊かな方だったので。うん 面白いし、あのー、あと褒めるときももうわかりやすく褒めるんですよね。はい。うんうんうん。それね、なんか褒められるの嬉しかったんでしょうね。なんかね。うんうんうん。<れ>日本の褒め方ってわかりづらいもんね。わかりにくいんですよ。そう。うん。うん。そのわかりやすかっされたのかなその。そっちの世界っていうかそのコミュニケーションの素晴らしさとか。うん。 なんかそういうことを自分はジュコスさんはすごく興味を持ったっていうかこれこういう風に生きていきたいよねっていう風に思ったってことなのかな、うん、まあ生きていくとかそこまで大きく考えてたかは分からないけど、うん、なんか普通に絶対に、うん、あの普通にネイティブの人に混ざって英語をさせるようになるみたいなものは強く へえなるほどでその結局その思いがまあ実現していってで結局それが自分のライフワークにまでなってきたってことですよね。そうですねうんうん、うん、この流れに関しては自分ではどんな風に感じてるのかな確かに <laughs> <laughs> なんかねとにかくね何が楽しくて通訳やり始めたかっていうと、うん、あの学校にお金払っていかなくてもこれで勉強させてもらいながら日々日々新しい単語に出会ったり学ぶことができる環境の中に身を置きながら「うん、えお金もらえるの?」みたいなそんな感じでしたね。 へじゃあこれはもうまさに何て言えばいいんだろう自分の直感に従って自分がこれだと思うものに夢中に無我夢,夢中になっていった先にそれがあったってことですよね。そうですねきっとこの聞いてくれてる皆さんもそれが欲しいと思うんですよ。うううううんうん、うんうんうん、うん なんかそんな流れそういう流れで今の自分の仕事をやってる方って、まあ、いるかもしれないけどそうじゃない人の方が多いと思うから、うんうん、なんかそこに気づいてもらうためには何が必要なのかなって今、話を聞いてて思ったんだけど、うん、やっぱりまずなんかこう自分の人生に対してなんか疑問を持つってすごく大事だと思うんだよね。 疑問を持つって英語では何ていうんですかクエスチョンも動詞になるんだやっぱり。なるほどねだから自分に対して疑問を持ったり自分に対してまあ質問をしていくっていうことが純子ちゃんの人生のすごく大きく飛躍したポイントなんじゃないのかなと思います。あそうううかもしれないですねうん、うん だ私がやってるセッションはやっぱりひたすらその人に疑問を投げかけるっていうか、うん、あの質問し続けるっていうのがすごい大切にしていて、うんうん、で本人が自分で答えていきながらあそうだねそういうことだよねっていうのをなんかどん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 ,どんその気づいていくっていうのがとても大切なポイントでンコさんは自然とそういう。 ことを自分ででやってたんですねねそうかなのでその自分の人生をこうさらに自分が本当に何をしていきたいのかっていうことを知っていくすごい大きなアクションとしては、うん、その疑問質問自分の人生そのものに対して 疑問質問をしてあげるっていうのが。とても大事なんじゃないのかなって今日の話を聞いて思いました。うん、そうですね。質問、うん、疑うみたいなことも入ってるのかな？その、うん、う疑うとかまあ、疑うっていう語源がこれにふさわしいのかどうかちょっとわからないんだけど、うんなんだろう？本当にそうしたいんだっけ？とか。 あそうですね。んか私これちょっと違うと思うんだけど、うん、このままでこれいいのかなとかそういうことだから、うん、多くの人はなんか違うんだけどっていうところで止まってる人が多いと思うんですよ。ななんかなーってな ちょっっっとしっくりこないんだよねって、うんうん、思いつつもでもなーって周りはこれでみんなやってるからなんかしょうがないのかなみたいな感じで、うん、なんとなく進んでる場合が多いと思うんだけど、うん、今みたいな今日のジョ c o さんのシェアの話の中ではその疑問し続けた結果、えー、今の自分の何て言うの望んでいるライフワークを。 まあ今時点ではやってるわけだから、うんうん、だから今日の、まあ、ま,まとめっていうか今日大切だなと一番改めて思ったのは自分に対して自分の人生に対して、あのー、もう一度こう質問し続けてあげるっていうか疑問を投げかけてみるっていうことをやってみたらどうかなと思いました。ううん、うん,うん、うん 質問のクオリティがきっと大切になってくるのかなそうなんです。よねだからそうだね、あのー、これからこの YouTube の中でなんか質問投げかけていくっていうシリーズもやっていこうかなって今、今日思ったので。で、私たちが投げかける質問に対して。 なんかコメンでで、はい、その質問の答えでまた何だろうあそうかってそのそういう答えとかそういう疑問みたいのがあるんだったらじゃあまたそれでそのまた別の質問を作ってみようかなとかお互いその聞いてくれてるみんなと一緒に作り上げていきたいので是非、うん、コメントとかいただけたら嬉しいなと思います。 ゅうこさんのこの話面白いからまたあのシリーズ化していくのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。